第2弾ですが、はい、お話しいただいた時どうでしたか。そうですね、よくやった前回の僕って思いました。かなり印象に残る登場でしたもんね、はい、そうですね、番組のスポットの第一声にも道場検視官っていう柏木の声を使っていただいて、よかったです。今回も呼んでいただいて、実は内藤さんと、はい、この柏木、はい、入江さんだけですよ。そうですね、まあ、でもなかなか難しいですよね、そのあれをみんなレギュラーでやっていくのは。どうしても被害者と加害者は無理でしょうし、まあ、なんか良かったです、唯一のナイトさん以外のレギュラーになれて。今回ガマゴーリ、はい、こちらいらしたことありますか。いや、ないですね。名古屋とかはありますけど、こっちまではさすがに来たことなくて、でも前回が日本海で、今回太平洋で、なんか海続きでいい景色を見させてもらってて、とても心が綺麗になった気分です。まあ、台本読まれたと思うんですけど、はい、前回は結構美味しい地元の推薦でいろいろ出されたので、はい、今回もあるんですけど、ね、はい、うなぎですね。はい、なんか石橋の時にうなぎ楽しみにしてますって言ったら、いや絶対食べさせないよってプロデューサーの方に言われて、僕は意地でもカットかかる前に一口手をつけてやろうと思ってます。そこが今回の一番のピークです。違います。そして今回、弟子さん、まあ、新しい、はい、まあ、内藤さんを追っかける仲間というか、うんうん、はい、登場するんですけれども、それに関してはどうですか。そうですね、譲らないぞって気持ちですね、はい、僕が一番弟子なんで、はい、そのポジションは何が何でも、空手8年間やってたんで、アクションには負けないぞという心意気です。その座を取られないように。はい、そうですね、内藤さんをちょっと奪い合っていこうかなと思います。今回でも元々山形なのになぜこっちに来るんですかね。第六感ですね。道場さんが47都道府県のどこかにいるんじゃないかという、まあ、てか、まあ、作品の中でも描かれるんですけど、まあ、道場さんに電話をして、そこからヒントを得て、ストーカーっていう言い方は良くないので、なんて言うんですかね、パートナーっていう気持ちでついてきました。ということは、これが続く限りもしかしたら出る。そうですね、もちろんそのねっていう話をもう確定してるって聞いてますよ。はい。もうまだまだじゃあ登場すると。そうですね、はい、47回できるんでよろしくお願いいたします。嫌いにならないでください。しつこい男ですけど柏木は。ね、第1弾も何だろう、2点3点する結末で、あ、こうだったんだっていう悲しい事件だったんですけど、今回も今回で何だろう、皆さんの予測のつかないような展開となっていますし、なんていうんですかね、まあ、愛があるがゆえの悲しい結末となっております。見どころもたくさんありますので、ぜひ楽しみにしていてください。もちろんうなぎも、うなぎも、はい、画面越しに堪能してください皆さん。道場検視官、私はもう検視官でも警察官でもない、ただの旅人だ。妻とお揃いのエプロンを買おうと思いまして。先代先々代から受け継いだ大切なものなんです。人が死んでる。転落死ってことだな。頭の傷と他の傷を。頭の傷と？何でもありません。何言ってんだ俺。殺人事件の可能性があります。鑑識が楽をしたら被害者が浮かばれません。うちと組めばそれなりのロイヤリティも払える。姉の話じゃない。やめて、そんな言い方。旅先でまた事件にぶつかったみたいですね。言うな、俺は俳句を作りたいんだ。私を弟子にしてください。断る。元警視ということは今は一般の民間人ということだ。捜査に余計な口出しはしないでください。高浜教師と川東、見事ライバルだったんです。なんで旅に出ると事件にぶつかるんだ。参ったな。旅人検視官道場周作、4月14日夜7時。